今、傍聴のところで、今揉めてるということで FOE の三田さんの方にちょっとお話を伺います。ですね、何か新しい規制委員会側が傍聴にいろいろ制限をつけていて、で写真付きの ID がなくちゃダメとか、あとはフリーメールで申し込んだら受け付けないとか、そういうルールを作ったんですね。で写真どうしても傍聴したいという市民の人が写真付きの ID を作る時間がなくて、でここに来て写真付きの ID なんか求めるのは変だということで今交渉中なんです。で受付の人はルールだからということで、もう一点張りで今その、責任ある人を呼んでくれということで交渉しているんですが、そもそも規制委員会、その情報徹底した情報公開とか言って発足したんですが、やり方がそのホワインだってこんな変なルールは作っていなかったんですね。で今市民側が交渉しているところです。ありがとうございます。みんなあれなんだ、順番が決まって